リリンハローパラレールリリンパラレルのリントです。はい、ということで今日は、リントさんちのケージは手作りですかとよく聞かれるご質問に答えていこうかなと思います。はい、まあこの動画はね、実は何回目か撮ったりはしてるんですけれども、まあ聞かれるたびにちょっと動画にして、その都度いろいろお答えしていけたらなと思っております。なので前の動画とね、結構前に撮った動画と被るような内容があるかもしれませんが、ご了承いただけますと幸いです。では本題に入っていく前に皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。ということで、では本題に入っていきましょう。まず本題として、先にね答えを言ってしまうと、大体は手作りケージになります。で、私が手作りのケージを利用している理由としてはなんですけれども、取り回しがしやすいんですよ。で、まあ取り回しとは何ぞやっていうふうにね思われる方もいると思うんですけれども、アップデートっていうのがねやりやすいんですね。例えばここをちょっとこうしたいな、ああしたいなっていう改造っていうのがまあ簡単なんですよ、手作りだから。で、もう一つとしては、その手作りだからその改造がしやすいっていう取り回しの部分と、もう一個は、例えばうちの子たちがこう大きくなってきて狭くなったりとか、あとはまあ狭さ関係なしに壊れてしまったとかっていう時の修理とかですね、あとは大きくなった時に新しい大きいケージを作るっていう時に、コストパフォーマンスの面がかなりいいっていうところはあります。まああんまりコスパに関してはそんなに気にしたいんですけど、自分でね理想のケージが作りやすいっていうところで私は自作ケージにしております。なので出来合いのケージ、例えばフクロモモンガで例を例えるとしたら、アクリルケージとか売ってたりとか、あとはその網ケージが売ってたりだとか、まあガラスのケージ使ってる人も中にはいると思いますし、まあいろんなケージのね使ってる方いると思うんですけれども、もう本当にその人の好みに合わせてていいと思います。例えば中の視認性がいい方がいいっていうことで、アクリルケージ使ってる人もいると思うんですよ。で、あとは掃除とかがしやすくっていうところで網ケージにしてる人も中にはいると思うんですね。もう丸洗いがすごいしやすい網ケージとかっていう形で、それはもう人それぞれだと思うんですけれども、なのでその自分のやりやすい方法に合わせてでいいと思うんですけども、私はそのやりやすい方法をいろいろこう模索した結果、自作ケージっていう形でございます。なのでまあなんか自作じゃなくて出来合いのケージを買うっていうことも全然いいと思います。いいケージもね全然普通にありますから。まあ悪いケージがあるかっていうと、そんなに悪いケージを見た記憶はないですけども、まあケージに関しての選び方っていうのはもう、まあ、その人その人でいいんじゃないかなと思います。はい、では早速ね、うちのケージを見ていってどんな構造かっていうところだけちょっとお話ししていきましょうか。まずはじゃあ福桃ちゃんからいきましょう。はい、福桃ケージはですね、はい、これ実はこの4部屋くっついた状態で1個のケージとしてくっついてます。はい、ただこのくっつき具合がどうなってるかっていうと、この、まあ、メタルラックあるじゃないですか、下にね、ここまでの高さのメタルラックなんですけど、このメタルラック自体に結束バンドでくっついちゃってるんで、要はこれ崩す時はあそこから分解しないとならないっていう状態ですね。なので本当にもう新しくこう壊して新しくこう作るっていう時とか、引っ越しってなったら一回分解しないとならないっていう手間はあります。はい、ただ一応ねここだけでこうケージがね取れるんで、やろうと思えば上だけパコンと外して移動できるんで、まあ崩さなくてもいけるんじゃないかと思ってますが、まあ引っ越しの予定が今のところないんで、とりあえずこんな感じでございます。はい、でどういう感じのケージ構造になってるかっていうと、横がですね見えますかね、これまあ100均によく売ってるメタルラックっていうか網のやつですね。なんだろう、フックとかかけられたりするようなね、あれがこっち側とこっち側で2本入ってます。これがね骨になってます。このケージの大きな骨組みになっていて、でこの骨組みの背面
に、まあ、袋ももが基本保温をねしてあげなければならないケージになるので、大体は横はねこうキャンプのシートを張って、まあ、熱が逃げにくいようにっていう形をとってます。なので中側って内側か、内側はあんな感じで銀のねシートが見えている状態になるんですけれども、でそれを貼ることによって保温プラスうんちが横にね飛び散っても落ちないようになってます。で背面は基本的にその背面からね温度逃げていく可能性が高いので、これも100均に売ってるプラスチックがこうついた状態のラックですかね、メタルのここがね側がついているやつなんですけど、これの真四角のバージョンがあるんですよ。もうちょっとこれより大きい、これの2倍か、サイズ的にはのものを背面にあんな感じでね設置しております。はい、なので背面のこのボードの部分はフクロモモンガちゃんたちは登れないっていう状態になってるんで、あっち側を登るってことはできなくはなってます。その代わり保温性を保つっていう形をとってます。で天井も同じです。はい、天井も温度があんまり逃げてもらうとあれなので、はい、こんな感じでこれの大きいやつを重ねて入れているって感じですね。で結束バンドでくっつけてるっていう形になります。なのでこれ1枚2枚なんですよ。こう見たらわかる、ほら1枚2枚って感じになってるんですよね。はい、っていうところで、まずその骨組みのメタルのその網網のやつに背中のやつはめて、で天井をつけてっていう感じですね。でその上に100均に売ってるこれバーベキューの網ですね、まあ、見ても分かる通りのバーベキューの網が、はい、あんな感じで横にあって、なので横はねバーベキューの網なので上がって遊べるっていう状態になってます。はい、真ん中もそのバーベキューの網が引いてあります。で真ん中なんですけど、そのこれはケージ作ってからあやべって思って、やべって思った時に作り変えたんですけど、真ん中にこれもね一枚そのプラスチックの板をはめてます。理由がまあ喧嘩しないペアの場合もあるんですけれども、別々で暮らしててね、なんですけどちょっとこう威嚇しちゃう子とかがこう窓なりかにいる場合があるので、その時にちょっとこう横に向かってね網越しではあるんですけどジゴ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 って喧嘩というか威嚇というかしちゃうのがあって、あこれあんま続けてるとストレスかかるなと思って、真ん中にね後から急遽入れました。でこれがねケージを作ってるタイミングでこういうことができるので、私は100均のものとかでね改造してケージを作るっていう方が取り回しが効くなと。例えば網ケージとかでこう2対くっついたやつとかもあるんですよ、窓なりでね。なので真ん中ただのその網だけになってるみたいな、もしそれの形状を買ってたとしたらそれもやっぱ改造しなきゃならないので、それとサイズが合わないとか100均で買ってきたもので、でも最初から100均で作ってるとサイズが大体一緒なので取り回しが効くんですよ、そのあたりが。でもそこの取り回しが効かなくなってしまう場合がそう出来合いだとあるのでっていうところですね。はい、でこうまあ網にしてあって、で前面も網になってます。で網ケージなので背面と横はその囲ってるおかげでうんち横に落ちないんですけど、前面には落ちます。この辺に捕まりながらこっち側向いてたらこっからうんちポロンって落ちちゃうので、それはまあ別途掃除してくださいっていう感じですかね。はい、あとは中のケージレイアウトに関しては、まあその子その子に合わせてのケージレイアウトです。この子はこういうおもちゃが好きとか、こういう布が好きとか、あとはその子のイメージに合ってるハンモックを入れてあげたりっていう形になってるんで、中のレイアウトはその子で合わせてるんですけれども、それ以外の構造の大きさっていうのは、だいたいこっちはちょっと縦長になってるんですけど、こっちはちょっとね網の関係上あんまり縦長にするとちょっと重心的に難しかったんで、こっちはちょっと真四角より、こっちはちょっと縦長寄りになってます。なので下のケージの方がちょっと広いです、上のケージの方がちょっと狭いです。
が、生活をしていく上では問題なさそうです。で今のところここはうちでね繁殖して子供が生まれたら新しい子入れようかなって思ってますけど、ここ以外はみんな暮らしてます。だからここだけ今誰もいない状態になっております。はい。でまあここにね、そうペットシーツがね入れられる隙間があって、こっちもそうなんです。こう下にねペットシーツの入れられる隙間を作ってっていう形で、まあ掃除もしやすくて、取り回しも効く、だから改造しやすいっていうようなケージの構造にしてます。まあ袋モモンガはそんな感じの、ケージのレイアウトでございます。はい、なんとなく伝わったかな。はい、あとはもう中に、まあ、餌入れとお水飲めるところをつけてあげてっていう感じで、まあそれに関してはね、普通に飼育していく上で必要なものを入れてあげるって感じですね。 あと上に乗っかってるこの毛布、これはですね冬場寒くなるので保温するために前にかぶせるっていう感じです。はい、保温用のものです。なので私が日中例えば家離れてる時とかはまあ、ストーブつけたままにするっていうのはねなかなかできないので、これをバフってかぶせてって感じです。ちなみに中にはねペット用のねヒーターが入ってます。あんな感じで、でヒーターもね真ん中に穴開けて、ヒーターってこう筒状なんですよ。筒状のものがこうドンって刺さってる状態になってます。こっちもねそんな感じ、ほらあるでしょあそこにヒーターなんですけど、こっちにもヒーターのね頭の部分があってこう真ん中にブサッて刺さってる状態です。それをやることによってねこの真ん中からこういう感じでね両方に向かって保温できるよっていう構造にしてます。だからそういう改造がしやすいから私は自作です。はい、とりあえず福桃ちゃんのケージはこんな感じです。で次がこれね自作って言っていいのかどうかはあれだけどワインセラーなんですけれども、これワインセラー知り合いにいただいてうちにあるワインセラーなんですけれども、このワインセラーは中をね保冷しやすくするためにワインセラーにしてます。うちのエゾサンショウオちゃんなんですけれども、まあ温度はね結構低めの方が活発に動く子なんですよ。で夏場にですね例えば室温が25度とかまあ行くわけですね。で25度26度とかなってくるとちょっとバテるんですよ実はエゾサンショウオちゃんたちって。で適温がですねだいたい12、3度から20度ぐらいまでなんですよ耐えれるのが。なのであんまりバテちゃうと、で本当に暑い日だと30度とかね室温もなるし、で水温もそれぐらいになっちゃうと本当にバテちゃうので、何かいい方法ないかなと思っていろいろ検索をしたら冷温庫、冷蔵も冷温じゃなくて温度高い状態保温もできる冷温庫っていうのもねあったんですけど、冷温庫を知り合いで持ってる人がいなくて、まあ買えばよかったんですけど、で知り合いに話を聞いてたらワインセラー持ってる人がいて、でその人からワインセラーちょっといただいて、で中を完全にもう袋もんがじゃないやエゾサンショウと沖縄シリケイモリのケージに完全に改造したのがこのケージです。今ちょうどいるねそこにエゾサンショウのクロックくんがこっち見てるね。はい、これがねもう完全にそれで作ったお家になります。なので中はコケリウムをね自分で自作して、で温度は今12度ぐらいにしてます。中に沖縄シリケイモリとエゾサンショウがいるんですけれども、はい、こんな感じ。ここにいるねシリケイモリちゃんはあそこの角のところにいるね。コケのちょっと見にくいかな、見えるかな、ほらあそこの角にいますね。はい、で沖縄シリケイモリもですね12、3度で全然元気に暮らしてるんで、まあもうこれでいいかなと思っております。で奥の方が苔で、ここにね水入ってる水槽があって、で手前にもまあ水槽があって、でまあ水が巡回するような仕組みになってるってやつですね。これはまあ別途動画上げてるんで、よかったらその動画を見ていただけると嬉しいんですけれども、エゾサンショウのケージはこんな感じです。もう基本的にここでもう水が巡回してって感じですね。でまあ水巡回してもらって、まあバクテリアとかがねしっかり
発生した状態になれば、多分フンをしてたとしても、あの水の、まあ、鎖、あの水って動きがなくなっちゃうと腐ってしまうことが多いんですけれども、その水の鎖っていうのもなくなるかなと。まあ定期的にはちゃんと水交換はするんですけれども、あの水の交換頻度自体もあの少なくて済むように作っております。基本的にはあのここにね、そこのカエルちゃんで、赤いカエルちゃんがいるところの下にろ過装置がついてて、そのろ過装置から水がふーって上上がっていって、ここのところをね、こういう感じで水の流れがあって、であの奥にね竹があるんですけど、あの竹のところから水が手前にポタポタとね出ていくんですよ。でその出た水がこの水槽のこの辺にですね穴が開いていて、こう穴からねこうポタポタポタと今垂れてますよね。それはあの奥の水槽から垂れてここに流れるって感じなんですけど、それはねこっちの苔の方にも流れていて、で流れた水がそこのねあのカエルちゃんのいるところから手前に流れてきて、で前にポタポタポタと落ちるという寸法でございます。あそこもねほらポタポタポタって垂れているでしょ。こんな感じでね、あの循環させているケージになります。はい、なのでまあ特殊ではあるかもしれないんですけれども、この子たちのケージはそんな感じですね。はい、では次はおっと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 ズームになっちゃった。はい、沖縄じゃない、沖縄シリケンイモリの話をしてたかな、沖縄って出てきてしまった、エジプシャンルーセットオコモリのマナちゃんのケージになります。はい、ここのマナちゃんのケージも基本的には100均で、買ってきたもので作ってます。バックボードとこっち側ですね、とこっち側はあのさっきと同じプラスチックのねあのシートをね使ってて、で背面はあの黒いやつが売ってるんですよ、あれのあのなのでちょっと黒いやつにしてます。背面黒いやつと、ここにもこれは黒いやつにしてます。これね、で背面黒にした理由が、あのまあ白いのでも、白いというか透明、半透明のやつでもよかったんですけども、あの背面にはねパネルヒーターをあの子つけてるんですよ。あの今あのマナちゃんいるところに、ここにねほらパネルヒーターがあるんですけども、パネルヒーターがまあ黒いパネルヒーターなんですよね。でなんか黒だけちょっと浮いちゃうなと思ったので、そのパネルヒーターが浮かないように黒いのにしました。はい、まあ横はね普通に半透明なんですけども、あとは下はあの磁石でね、つけられるようになってて、ペットシーツがねこういう感じでついてます。ペットシーツがついてて、下にねうんちがああいう風に溜まるようになっていて、で実はねあの後ろの背面の今マナちゃんがいるところなんですけど、少しだけなんていうんだろう、こう斜めになってます、マナちゃんに対して。なのでマナちゃんがこういう風になるんじゃないで、ちょっと斜めになっちゃうんですけども、まあ自分でいいところを探してくれると思うんですけど、でこう斜めにしている理由は、うんちした時にこの斜めの傾斜でね手前に落ちやすくっていうところ。だからほらうんちとかカスとかがねちょっと手前に落ちてきてるでしょ。あの理由としては、あの真下に落ちちゃうとパネルヒーターとかあの網にいっぱいうんちがくっついちゃうんで、ちょっと斜めにして下に落ちやすいような構造にしてます。はい、であとはまあ餌入れのねあの入れてあるスライムのカップがあったりみたいな感じのケージ構造で、横は水飲み場がねここくっついてます。これ鳥用とかになるかな、ものとしては。あれも100均で買ってきた水飲み場なんですけども、で水飲み場を固定してるあの網も、あれ100均で買ってきたやつを L 字にちょっと折って結束バンドでくっつけてっていう感じですね。であとはもう本当に100均で売ってた観葉植物を邪魔にならないように設置しております。ここもね本当手作りケージになります。はい、では次、下の大きめな手作りケージ、はい、こちらがねサバンナモニターのシェフィーさんの手作りケージになります。でもともと最初この子を飼育していた時はあのニトこれ物で言うとあのニトリ の衣装ケースです。はい、で衣装ケースのこれ引き出しの部分がこっちで、引き出しの側部分がこれです。縦型になってるんだけどね、だからこれをこうするとわかるかな。はい、こうね、はい、ここに入ってたって感じね。はい、で
もともと、まあ、飼育最初始めた時にこのプラスチックのケースだけで飼ってたんですよね。で飼育してたんですけども、まあそのままだと狭くなってくるなと、水容器入れるし寝る場所ある、寝る場所というかパネルヒーターの引いてる場所あるし、バスキングのスポットもってなると、この子が大きくなるにつれて狭いなと思ってきて、でまああまりにも大きくなってくるんだったら、あのこの押し入れの下をね完全に改造して、押し入れの下をもうこの子にあげるぐらいの勢いで考えてはいるんですけども、まだそこまで大きくなってきてないので、ひとまずこのケージでいけるかなと。これ縦90横90ぐらいです。でここにね、水容器があって、でここがね網で下と上にこうやって開くようになってる網の扉があって、でこっちの扉もこれ結束バンドでついてますけど、このまま上に開けられるような感じになってるんですけども、でそこに、バスキングの場所があって、奥にねいつも寝床として使ってる底面のね犬とか猫ちゃん向けのパネルヒーターが奥にあって、でここにね水飲みの容器があんな感じで置いてあってって感じですね。でハンモックなんか乗って遊んでくれたりもするんですけど、最近なんか乗るよりはハンモックの下にハンモックを布団にしてるんですけど、それはそれで可愛いんでハンモック入れたまんまにしてますが、そんな感じでハンモックが入ってたりって感じですね。なので、まあ、奥に寝るところ、手前にバスキングするところで、水飲み場一応あって、でこっち水浴びのところのね水容器があります。水浴びのところの中で水を飲むこともあるみたいなんですけど、なんか衛生的にねうんち入っちゃうやつをずっと水容器だけにしておくのはなんかなって私が思っちゃったので、水飲み場をねあんな感じ、あれもともと岡宿りのなんか水浴びる場所だったかな、なんか岡宿りのその水がこう、やれるやつ、はい、それをね水飲み用の容器として使ってます。はい、っていう感じでね作ってます。で今ここにね余った竹貼っつけて、ここにこの竹にねピンセットね、ご飯食べる時のピンセットを置いたりとか、それこそマナちゃんのケージのこの上にねご飯の入れ物ありますね、シェフィーさんにあげる時と、あとはうちのねこれから紹介するセブシシバナヘビのマウスをね解凍する時の器とか、あとはこれはこの子たちね、袋モモンガのマシュマロがあったり、まあ、しかもここにはねほらレオパゲルって言ってレオパの人工飼料が入ってますね。要冷蔵のものなんで冷蔵するのにも役立ってます。はい、っていう感じの手作りケージがここのねペットマンションになっております。で次はね手作りは手作りだけどちょっと特殊な手作りが2つ、まあ、片方はね手作りというよりは中のケージレイアウトだけって感じで、基本は100均で売ってたこれ300円ぐらいしたケージなんでケースなんですけども、まあ多分レプタイルズボックスとかと同じタイプかなの100均バージョン、これ使い勝手よくて、これ1個買ってみて使ってみて、あ全然いいやと思ってこれにしてます。この子の中にはセーブシシバナヘビのねサナちゃんがいます。多分今シェルターの中にいるね。はい、まあ、これはね特に何かやったわけじゃないんで特に紹介しませんが、まあシェルターとシェルターの上のところにね水入れて、で基本的にそこから水をね補給して飲んでくれてるので、水容器と水容器兼シェルターっていう感じですね。であとはなんかケージレイアウトに入れている椅子と花とって感じで、本来まあ椅子と花に関してはなくてもいいと思います。ただこれは私の趣味です。ケージのレイアウトで邪魔になってないし、何か、ね、怪我をしていたりっていうことはしてないので、本当にケージレイアウトとして入れてるだけになります。そんなこと言ったらねこの子たちのさマナちゃんのさこのね人工観葉植物とかもね実際別になくていいからね、でも怪我しないで邪魔にはなってないからケージのレイアウトとして私はこれ使ってます。そんなこと言ったらこの辺とかねツタとかいっぱいあってね、まあ、このフィギュア置いてあったりとかするけど、そうこれはねケージのレイアウトのうちの一つと思っていただけると幸いです。で次もね改造ケージこの間動画もこれは上げてるんですけれども、ガチャガチャの下を改造したケージになります。はい、これガチャガチャ縦と
縦でね2台ついてるやつなんですけど、上はねあのハンドルがついてるやつなんですよ。でも元のハンドルついてなくて、でこれ職場からねいただいたものだったんですけれども、片方ハンドルないんですかって聞いたらないって言われて、で結局片方使えないんですよ。ハンドルないってことはガチャガチャ自体としての機能はないわけです。で考えた時になんかできないかなってずっと考えてたんですよ。ハンドルねえしなーなんていろいろ考えて、でこうぐーっとずーっといろいろ考えて、1年うちにこのガチャガチャ来てもう1年ぐらいになるんですけど、こう1年間考えた挙句出てきたのが、ケージの中身ぶち壊、ケージじゃないガチャガチャの中身ぶち壊して真っ平らにしたらケージになるんじゃねって思ってやったものがこれでございます。真ん中にね実はなんて言ったらいいんだろう、こっち開けると分かるかな、よいしょ、はい、これうい、ちょ、このねなんかこれねバネついてるやつあるでしょ、バネついているなんかくるくる回るなんか機械がついてるんですけども、その機械をノコギリとハンダゴテを使って無理やりぶち壊して、ハンダゴテでね切るところの当たりをつけてで軽く一周穴を開けて、でそこをねノコギリでギコ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 切って平らにして、で下にねこういう何床に使うようなパネルをね1枚と、その下に木の板入れて、であとうちに余ってたブックエンド、これブックエンド、これもブックエンドなんだけど、ここブックエンドついてる理由はここにねちょっとだけ隙間あるんですよ。そのプラスチックのケースのねちょっとの隙間からね出てこようと脱走するのをね何回か確認したので、その脱走が怖くてつけたやつです。これつけた結果脱走しなくなりました。はい、一回脱走したんでね、ここ開いてたらこっからはい、でこの余ってたそのブックエンドも下に入れて、であとうちにジェンガが余ってて、ジェンガをねジェンガの木をこう綺麗に並べて、まっさらとか真っ平ら、まあ、分かりやすく言うならマイクラの建造みたいな状態ね、で平らに整地して、でその整地したやつの上にパネルヒーターを置いて、でパネルヒーターの上に人工芝を敷いて、でケージレイアウトをしたっていう状態です。なのでこれはなんか手作りケージっていうものの、まあ手作りケージは手作りケージなんだけど、手作りケージの中でも多分特殊な部類のお話かなとは思います。なのでちょっとこれは特殊なケージと思ってください。これはもう本当になんか娯楽に近いよね。普通まずガチャガチャが家にないんですけれどもっていう話だから、なので普通の ご家庭でねできるものではないと思います。はい、なので手作りケージは手作りケージだけどちょっと特殊と思ってください。ちなみにね保温力はすごいです。これかなり保温力良くて、で一応ね上にそこにちょっと穴開いてるんだけど、あと奥にもね実は空気穴みたいのも開いていて、完全密閉の状態じゃないんですよ。なのでそういう部分もね加味して問題ないなと思っていて、で外にね温度が漏れにくいケースなので、かなりその部分もねいいかなと、私の中で評価の高いケージになったかなと思います。でパネルヒーター1枚あそこに入れてね、今シェルターの中でね2人仲良く寝てますけれども、ロペとルフがね仲良く寝てますけれども、あそこのところねあったかいんですよ。27度28度ぐらいいくのかな、うん、この間計算というか測定したらそれぐらいになってましたね。で室温、まあ室って言っていいのか分からない、ケージ内温度としては大体22度から25度ぐらいのその触れ幅ですかね、冬場でも。ちょっと夏暑くなりすぎないかっていうところだけはちょっと見ながらですね。で、夏あんまり暑くなりすぎるようだったら、パネルヒーターの温度、電源か、切っちゃえばいいだけなんで、そんな感じでやっていこうかなっていうところでございます。はい、っていうところでね、うちのケージはそんな感じ。はい、なのでね、ほんと手作りのケージという感じになっております。ちょっとね、2個特殊でしたけれども、3個くらい特殊だね。ワインセラーも特殊でしょ。普通ワインセラーの中で、ああやってワインセラー完全にね、上げて飼育してるってことはないと思うんで、もう本当ワインセラー完全改造して、
コケリウム中に作ったり、ガチャガチャの中完全改造してレオパの飼育したりっていうところで、で下もね、あの普通の使い方をしてないニトリのケース、あのケージ、ニトリのケージというかニトリのね衣装ケースを使ってケージにしてたりとかっていうところで、本当オリジナルのあのケージレイアウトっていう感じになってます。なのでまあ私の自宅のケージ飼育環境というのは基本的には手作りでございますというお話でございました。はい、本日は以上となります。もしよろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。過去にね1000本ぐらい動画上がってますので、よかったらそちらの動画を見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。